どうもこんばんは、吉本プラモデル部ポク鈴木です。ということで今回もですね、僕の代わりにポクちゃん1号にナビゲートしていってもらいたいと思います。ということでですね、今回私がデビューするガンプラはこちらになります。ガンダムシードプラモデルスペシャルキットゲットキャンペーン、ランチャーストライクガンダムクリアバージョン、イージスガンダムクリアバージョン、モビルジンテスト機カラーでございます。ということでですね、私最近ですね、ここ 1,2 年ぐらいでプラモデルにハマりまして、このキャンペーンのことを全く知りませんで、勉強不足でございまして、まぁ、ちょっとこのキャンペーンがどういうものだったかっていうのをちょっとだけ調べたんですけども、2003年のキャンペーンで、当時発売されてました144分の1フリーダムガンダムのバーコード3枚と400円切手で、全員これが応募するとどれか1つ当たるという、CM はですね、国民的女優であります上戸彩さんがやってたという、まあ、これは懐かしいみたいな、これ持ってたみたいな人もいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、今日はですね、この3種類を開封して中身がどんなになってるかちょっと実際に見ていきたいと思います。はい、では実際に開封していきたいと思います。さあこれですね、本当の、ランチャーストライクガンダムがこんな感じになってると。で、いよいよパーツはこんな感じになってます。あ、すげえ、ほんとだ、クリアだ。いや、いい色、いいクリアですね。ちょっとじゃあ実際に組んでいきたいと思います。はい、ということでパーツ内容はこんな感じになっております。僕は子供なのかもしれないですけども、やっぱちょっとクリアパーツってテンション上がるんですよねということで、じゃあランチャーストライクガンダムのクリアバージョンまずは作っていきたいと思います。完全にクリアですね。ということで本体が完成しました。いよいよランチャー部分作っていきたいと思います。続きまして、同様にイージスガンダムを開けていきたいと思います。はい、イージスガンダムのクリアバージョンですね。パーツの感じはこちら。あー、いや、綺麗な、綺麗な赤わかりますかね。あ、いい色、いい赤ですね。いいクリアな赤です。じゃあこれも作っていきたいと思います。ということで、イージスガンダムクリアバージョン完成しました。お次はモビルジンのテスト機カラーになります。さあ、じゃあどんなカラーなのかちょっと開けていきたいと思います。それではオープン。お、モビルジンのパーツの色はこちら。あー、すごい、全然違う、オレンジ、こんな感じになってます。じゃあこれも作っていきたいと思います。さあ、ここは早送りなしで、はい、ということで、モビルジンのテスト機カラーバージョン完成でございます。ということで3体並べて実際に見てみましょう。ということで、ランチャーストライクガンダムクリアバージョン、イージスガンダムクリアバージョン、そしてモビルジンのテスト機から完成でございます。ということでこんな感じになっておりました。クリアバージョンって言ったらこういうイメージですよね。ただやっぱりその今から15年前のねキットなんで、やっぱ可動域がもうこのポリキャップが動く範囲だけ、まあ僕はまあ正直その子供の頃のガンプラってやっぱこういうイメージだったかなと思うんですが、まあ実際にちょっとモビルスーツは違うんですが、ガンダムのね今のガンプラの HG のガンプラだとやっぱりちょっとね、こう足なんかでもこうグリグリっとこう動くイメージがありますけど、完全にまっすぐですからね。ここのしか動かないと。やっぱりね、かっこいいですよね。まあ、ライトとか、まあ、このまま
素組みでライト仕込んだらもう全部全体光るんだろうなっていうイメージになりますけども。続きまして、イージスガンダムのね、クリアバージョンでございます。ね、全身、あと、全身赤のね、クリアということで、こう背中にね、わかりますかね。背中に空洞があるんですね。今のガンプラだとね、こういうところ結構隠されたりとかするんですけど、しっかり背中に空洞があるっていうね。最後は、モビル陣のテスト機カラーですね。なんかこういう表現をしたら、あれかもしれませんか。金消しのようなね、感じが見て取れるというか。でも僕はすごく、この色合い好きなんで、なんか、いつものジンよりかは、僕はこっちの方が好きかなという印象になりますね。ということで、ガンダムシードプラモデルスペシャルキットゲットキャンペーンでもらえる3体のオリジナルキットを、ご紹介させていただきました。今後もこういうようなキットがね、もし、手に入れば、その都度レビューしていけたらなと思っております。動画の方ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、高評価ボタンお願いいたします。吉本プラモデル部チャンネル登録よろしくお願いします。また見てねー。